第三代ボルティモア男爵チャールズ・カルバートは、イングランド生まれの政治家である。父である、第二代ボルティモア男爵セシル・カルバートの死後に、北アメリカのメリーランド植民地を承継した。24歳の1661年に、父から副総督に任命されて、メリーランドに到着し、総督を代行することになった。しかし、年に、メリーランドを離れて、 イングランドに戻り、再び戻ることはなかった。1688年、イングランドの名誉革命に続く出来事によって、カルバートはメリーランドにおける権益を失うことになった。1689年、植民地に対する王室の直居が取り消され、王室による直接支配に変わった。カルバートの政治問題は、イングランド国境界が国境となっていた当時に、あっては、 イタンとなるカトリックを信仰していったことが大きな原因だった。カルバートは四回結婚し、三人の妻に先立たれ、少なくとも二人の子供が生まれた。チャールズ・カルバートは七百十五年七十八歳の時にイングランドで死に、その一家の財産の多くが消滅した。その死とともに、称号やメリーランドに対する権利を次男のベネディクト・カルバートに渡した。しかし、 ベネディクトもチャールズの死後2ヶ月で死に、それらの権利は孫の第5代ボルティモア男爵チャールズ・カルバートに渡った。チャールズはカトリックからイングランド国教会に改修し、国王から家族のものだったメリーランド植民地の領主権を回復されることになった。チャールズ・カルバートは1637年8月27日、イングランドで生まれた。幼い時に、 新京都革命の宗教構想を見ることになった。父は、第2代ボルティモア男爵セシル・カルバートであり、メリーランド植民地の初代領主総督かつ、ニューファンドランド島の第9代領主総督だった。母は、初代アランデル・オブ・ウォードア男爵、トマス・アランデルの娘、アン・アランデルだった。アンとセシルは1627年あるいは1628年に結婚し、 9人の子供が生まれた。しかし、チャールズを含め成人したのは3人だけであり、アン自身もチャールズがまだ12歳だった1649年に死んだ。メリーランド新教関容法、1649年に成立したカルバート家はカトリック信徒であり、カトリックと非国教とプロテスタントと共に、確立されたイングランド国教会の信徒も共に平和的に生活できる。 植民地としてメリーランドを設立していた。父セシルは祖父の初代ボルティモア男爵、ジョージ・カルバートに与えられるはずだったメリーランドの漁主権を受け取った。祖父はその漁主権が認められた直後の1632年に53歳で死んだ。父はイングランドにいながらメリーランドの植民地を設立させ、叔父のレナード・カルバートを最初の植民地総督として派遣した。 ローマカトリック教会はその父からの遺産として承継し、植民地では宗教的な寛容さを促進した。父はメリーランドを42年間統治したが、自らそこを訪れることはなかった。1649年、設立から10年を経過したメリーランド、植民地議会がメリーランド新教寛容法、宗教に関する法、三位一体を信奉するキリスト教徒に、 宗教的寛容を義務付ける法を成立させた。9月21日に成立した。この法は、イギリス領北アメリカの植民地で、初めて宗教的寛容を求めた法だった。カルバート家は、イングランド国教会とは相入れないカトリックなど三位一体、キリスト教徒を保護するために、この法の成立を求めた。宗教的寛容さは、約40年間続けられたが、 1689年のプロテスタント革命の時に撤廃された。1689年から1776年、メリーランドは公式に成功会を受け入れた。チャールズ・カルバートは1661年に24歳の青年としてメリーランドに渡り、カルバート家の一員として自ら植民地を統治する最初のものとなった。父からは副総督に指名され、 1675年に父が死んだ時にメリーランドを継承し自身の判断で総督になった。1666年以前のいずれかの時点でラルフ・ダーナルの娘メアリー・ダーナルと結婚した。4回結婚した中の最初の妻だった。ダーナル家はメリーランドの裕福な農園主であり、やはりローマカトリック教徒だった。 しかしメアリーは1667年以前の時点で出産の時に死んだ。カルバートはその後間もなく次の妻を見つけた。1667年、ヘンリースウォールの未亡人、セントメアリーズ軍出身のジェイン・ローと再婚した。1667年後半あるいは1668年初期、息子のセシルが生まれた。カルバートの総督としての生活は、 経済問題が大きくなって難しいものになった。1660年代以降、メリーランドの主要生産物であり、輸出による主要な収入源だったタバコの価格が長期の低下をはじめ、特に貧者の間に経済的な混乱さを生じさせた。1666年、隣接するバージニアがタバコ栽培の調整を提案した。供給量を下げて、 価格を上げさせる一年間の猶予期間だった。カルバートは当初この計画に同意したが、調整の重荷が主に貧しい市民の負担になることを理解するようになった。彼らが植民地の大多数だった。最終的にカルバートはその法案に拒否権を行使し、バージニア植民地人の不快を買うことになった。ただし、1667年は、 ハリケーンという自然の被害という形で生産調整が行われることにはなった。チャールズ・カルバート、ジョン・クロスターマンがカルバートが総督になった時までにメリーランド植民地の人口は移民によって増加し次第にプロテスタントが多くなっていった。しかし政治権力は大部分がローマ・カトリック教徒のエリートの手に集中したままだった。カトリックから 人口構成が変わっていったにもかかわらず、カルバートはメリーランド植民地のカトリックという意識づけを残そうとした。1669年から1689年、総督評議員となった27人の者の,の中では、8人がプロテスタントだった。評議員の大半がカトリックであり、多くはカルバートの血縁か隕石であり、 政治的な利益関係を維持し、民兵隊の指揮官や土地事務所の官職のような魅力ある役職を占めることが多かった。カルバートとその市民の間の紛争の多くは、イングランドの方がどこまでメリーランドに適用されるべきか、また、領主総督はどの程度法の外の独自の特権を行使できるかという疑問に変わった。議会の議員は法の 全敵権限を確立したいと考えたが、その特権を守ってきたカルバートは自身と、その評議員のみがイングランドの法南時どこで適用すべきかを決められると主張した。そのような不確かさが、戦端的な政府の告発を行え、また許した。カルバートは多数派であるプロテスタントの影響力を抑えるために、様々な方法を実行した。1670年。 選挙権を土地50エーカー以上を所有する、あるいは資産が40ポンド以上ある男性に限定した。植民地議会議員になる資格として、少なくとも1000エーカーの土地を所有していることとした。1676年、有権者には議員には半数を選ぶ、すなわち4人を2人にするよう指示した。このような方法は議会を操作しやすくしたかもしれないが、 カルバートと新民の間の関係に歪みを生じさせていた。メリーランドに輸入されるアフリカ人の位置づけについて、カルバートが初期に判断したことの一つは、長く有害な結果を生んだ。最初のアフリカ人がメリーランドに連れて来られたのは1642年のことであり、植民地では最初のイングランド人開拓地であるセントメアリーズシティ、 1 6 6人の奴隷がづけは、当初不明であり、植民地の裁判所は、キリスト教の洗礼を受けた奴隷は自由の身分に、されるべきと裁定する傾向があった。奴隷の所有者の権利を守るために、法における位置づけを、明確化する法が作られるようになった。1663年、議会が、奴隷は、生涯奴隷であるべきであり、 奴隷の子供も生涯奴隷となるべきと決めたので、それから200年間、南北戦争の時の制度廃止まで奴隷制度が続くことになった。しかし、そのような厳しい法の影響は、しばらくの間、さほど感じられないままだった。大規模なアフリカ人の輸入は1690年代に始まった。1675年、父の第二代ボルティモア男爵が死に、 この時38歳になっていたチャールズ・カルバートが男爵位を承継するためにロンドンに戻った。この時、その政敵たちがカルバートの不在を利用して領主政府に対する難癖攻撃を始めており、1676年、メリーランドとバージニアの逃避地から叫びを伴う苦情という小冊子を出版して、特に国境界がないことなど多くの不満を掲載していた。 聖公会もイングランド国教会もメリーランドにおける宗教的寛容の実験に満足していなかった。聖公会の聖職者、ジョン・ヨーボク氏はカンタベリー大主教に宛てて、メリーランドは悲しむべき状態にあり、不浄のソドムと不道徳の伝染病病院になっていると不平を告げる手紙を送った。このことはロンドンでかなり深刻に取り上げられ、数密院がカルバートに、 彼に対して挙げられた苦情に対応するよう指示した。これら苦情に対するカルバートの反応は挑戦的だった。反逆者と考えられる者二人を公主形にし、メリーランド植民地の宗教的多様さを再確認するために動いた。その文書による回答は、その統治が直面する難しさを述べていた。メリーランドの開拓者は、長老派協会、独立系、アナバプテスト、 クエーカーであり、イングランド国教会や、ローマカトリック教会の信者は少ない。そのような人々をして、正反対に導く聖職者を維持することを強いるような、法に満足させるのは、最も難しい任務であると記していた。第四代ボルティモア男爵ベネディクトルナード・カルバート、チャールズ・カルバートの次男1679年、チャールズとジェインの間に2番目の息子ベネディクトが、生まれた。 その2年後の1681年、元植民地総督のジョシアス・フェンドールとジョン・クードが、引いた反乱に再度直面した。クードは、後の1689年に反乱を成功させた人物だった。フェンドールは、裁判にかけられて、有罪となり、タバコで4万ポンドの過料となり、追放されたが、共同防御者のクードはうまく懲罰を免れた。 この頃までに植民地の政治的枠組みはほころび始めていた。バージニアの総督がメリーランドは今苦悩の状態にある。粉々に砕ける大きな危険性にあると報告していた。総督評議会と議会の間の関係は次第にお粗末なものになっていた。恨みの多くの底にあるのはタバコ価格の低下が続いたことだった。 1680年代には30年前の50%にまで下がっていた。1681年、カルバートは個人的な悲劇にも直面した。長男で承継者だったセシルが死に、次男のベネディクトが家の承継予定者になった。カルバートはいくつかの問題に加えて、ウィリアム・ペンが所有する北の植民地との深刻な境界紛争にも巻き込まれた。 すなわちメリーランド植民地とペンシルベニア植民地の境界に関する論争だった。1681年国王チャールズ2世がメリーランドの北にあるかなりの広さがあるが、その定義が曖昧な領地を認めた。ペンはメリーランドの領域に入る北緯40度線より南でその首都の建設を始めた。ペンとカルバートは2回会見して交渉したが、合意には至らなかった。 この論争は、カルバートとペンの存命中には決着がつかず、1769年になって、やっと解決されることになった。1864年、チャールズ・カルバートはイングランドに旅した。これは、ペンとの論争について、自己弁護するためと、植民地でカトリックに有利に動いているという告発に、答えるという両方の目的があった。しかしその後メリーランドには二度と戻らなかった。 カルバートは、老いのジョージ・タルボットを総督代行に任命し、総督評議会の議長にしてから、植民地を離れた。しかし、タルボットは、パタクセント側の船の上で、王室指名税関職員を差し殺したので、カルバートがロンドンに戻った時にはすぐにその問題に、対応せねばならなくなった。カルバートが、タルボットの次に指名したのは、ウィリアム・ジョセフであり、このジョセフも、 問題を起こすことになった。1688年、ジョセフはメリーランドの親民に対して、道徳、不倫及び国王の神聖な権利を抗議し、植民地を不倫者で満ちた土地と呼きをどすことで、地元世論への攻撃に取り掛かった。イングランドでは、カルバートとその政治的な利益に決定的に反する動きが始まっていた。1688年、 イングランドでは後に名誉革命と呼ばれることになる動きが始まっており、国王ジェームズ2世が退位させられ、プロテスタントであるウィリアム3世とメアリー2世が王位についた。プロテスタント派の勝利はカトリックであるカルバートを政治的にかなり難しい立場にすることになった。カルバートはそれらを感じ取り素早く新体制を支持する動きに出て、メリーランドには使者を派遣して、 新国王と女王の即位を宣言させた。しかしその死者が後悔の間に死に、二人目の死者が到着することはなかった。一方、メリーランドのプロテスタントは、この時までに植民地でかなりの多数派となっており、イングランドからの噂を流し、ローマ教皇の作謀を恐れて、領主政府に対する反乱を組織し始めていた。ジョセフ知事は、議会召集を拒み、 表向きは修理のためと言って、不気味にも倉庫から武器を出させることで事態をさらに悪くした。プロテスタントは新しい国王と女王への公式の指示が明らかにされていないことに起こり、ヘンリーダーなる大佐のようなカトリックが副総督となって権限をつかみ武装を始めたことに不満だった。1689年夏、ジョン・クードが指揮する700名のピューリタンが、 自らをプロテスタント教会と称し、ダーナル大佐が率いた領主軍を破った。ダーナルの軍は著しく、小勢であり、後に、我々はこの状態でかくも起これる人々を沈め、流血沙汰を防止できる期待がないので、降参した。と記していた。メリーランドにおける、このプロテスタント革命の後、勝者であるクードとそのプロテスタント同盟者は、新しい政府を起こし、 カトリック信仰を違法とした。カトリック教徒は、その後礼拝を行うためには、自宅の秘密の礼拝所で行うことを強いられた。1704年、この植民地で、ローマカトリック教会の成長を防止するための方が、成立し、カトリック教徒が政治的役職につくことを禁じた。これより後宗教的な寛容さが復活するのは、アメリカ独立戦争を待つ必要があった。 ダーナルの彦であり、メリーランドにおける裕福なカトリック教徒とされた、チャールズ・キャロル・オブカ・カロルトンが、1776年に、フィラデルフィアで新しい国のために、アメリカ独立宣言に署名した。ジョン・クードーは、新しい王室両政府で、ネイマンやブカキストンが1691年7月27日に、指名されるまでは、権力の座にあった。 チャールズ・カルバート自身がメリーランドに戻ることはなく、さらには一族に与えられた植民地に対する王室直居が1689年に取り消された。ウッドコート・パークのカルバート諸演、1816年頃に、ジョン・ハッセルが描いた版画チャールズ・カルバート大尉、第三代ボルティモア男爵の被着室し、カルバートの政治的問題は、メリーランドの喪失だけでは終わらなかった。 1694年、タイタス・オーツの陰謀に連座させられたが、なんとか逮捕は免れた。1696年、その運命が改善された。順庄に任命され、1704年には少々に昇進した。カルバートの5歳ジェインが1693年に死亡し、1701年から1710年のいずれかの時点で3人目の妻、 メアリー・バンクスと結婚した。さらに1712年、トマス・チャールトンの娘、マーガレット・チャールトンと4度目の結婚をした。カルバートは非着室の息子もいた可能性がある。1688年にイングランドで生まれたチャールズ・カルバート・レーズンビーであり、成人して軍隊で経歴を積み、自力でメリーランド総督にもなった。 カルバート大尉の両親ははっきりと分かってはいないが、以前からその父が、第三代ボルティモア男爵と仮定されてきた。この仮定は、カルバートに関する学者のアイエンチの著作で、カルバート大尉が、第三代ボルティモア男爵から土地を払い下げられ、大尉はそれを軍隊における民間に利用したという、事実で、指示されているように見える。同様に、 ベネディクト・レナード・カルバート・シニアの息子である、第5代ボルティモア男爵は、15歳の若さで、メリーランド植民地総督の地位資格を得た後に、年上のいとこをその地位に据えた。その母が誰であるかも分かっていないが、カルバート家の文書から判断すると、ヘンリエッタ伯爵夫人であると見られ、マザー・カルバートとも呼ばれ、1728年頃に、死んだ。しかし、 ダグラス・リチャードソンのプランタジネットの先祖植民地と中世の家族の研究第2版ページ467では第3代ボルティモア男爵に被着出資としてレーズンビーを挙げておらずまた他のものも挙げていないイングランドにあったカルバートの住まいはサリーのウッドコートパークにあった一族の荘園だった1712年頃ウッドコートについて セリア・フィーネスが次のように書いていた。チャールズ・カルバートはローマ・カトリック教徒のままであり政治的な不利は感受していた。承継者である第四代ボルティモア男爵ベネディクト・カルバートはその忠誠を維持しなかった。メリーランド植民地に対して持つ一家の領主権を回復させるには宗教の問題が大きな要因になるとまさしく計算していた。したがって、 ローマカトリック教会を捨て、聖公会に改修して、プロテスタント的な信仰を保持しこのことで新世界で、失っていた一家の権益を取り戻すことにかけた。しかしこの大胆な行動は高いものについた。仙台男爵は、息子の改修を起こり、年金450ポンドを取り下げ、孫の教育と保守に関する支援を止めた。しかし、 チャールズ・カルバートが1715年に死亡し、その肩書きとメリーランド植民地の所有権等を息子のベネディクトに残した。チャールズはロンドンのセントパンクラスオールド教会の墓地に埋葬された。チャールズ・カルバートの息子ベネディクトはその父の死の時に国王ジョージ一世にメリーランド植民地の一家の領主権回復を請願した。しかし、 国王がその誓願について判断を出す前にベネディクト自身も死んだ。父の死後2ヶ月だった。その称号は息子のチャールズに引き継がれた。1715年5月15日、第5代ボルティモア男爵チャールズ・カルバートは16歳で国王からメリーランド植民地の不祖伝来の領主権を回復された。1721年、成人に達して、 メリーランド植民地の支配権を自ら引き継いだ。メリーランドは1776年のアメリカ独立、戦争の時まで一家の支配下に置かれていた。メリーランド州、チャールズ軍は第三代ボルティモア男爵チャールズにちなむ命名である。チャールズ・カルバートの大変大きな全身肖像画は、カルバート家の他の当主すべての肖像画とともに、事前事業家、 ヒューヤング博士が収集し、現在は、ボルチモア市中心街カセドラル通りの絵の具、プラット自由図書館中央、天窓のある、グレートホールに掲示されている。ボルチモア市は、一族の名前を冠しており、他にもアメリカには、ニューボルチモアという地名がいくつかある。植民地領主の歴史的なまた儀礼的な記念物にも、ボルチモアという名前が多く使われている。ありがとうございます。